好きなことで生きてていくっていうと千里の旅なんですよねで私が思うことなんですけどもね「千里の旅」だってどこに向かっているのっていうと本音で OK だったんだってありのままの自分として自然のままの自分として何にも恥ずかしいことはない愛を持っていられる幸せでいられる感謝を持てるそれで生きていける なんかずっとなんか自分が牛だと思ってて絶対翼ってあるんじゃないって思って本当の自分としてで翼を広げて自分の翼に気づいてで今度ね見えないんだけど本当にあるフォース空気エアそれが自分をパッて身を置いたら自分の重い重い重い体をサポートしてくれてで今度風っていうのがあって自然に吹いている風っていうのがあってそれが読めるようになって でこの上の世界ありのままの自分やりたいことで自分が幸せになってあなたの商品をやった人が幸せになってあなたがやったことでお金が生まれてくるそのお金も幸せでそれが広がっていってで今度はあなたがそれを鳥のなんか光になっていく周りの人たちがあなたを見て私もそうやって生きていきたいってそうやってそれが広がっていくそれかダメだよ ダメなんだよそういうの危ないんだよ。何なさいやったら失敗したんだよ。一年以内でできないとダメなんだよ。お前それができないからダメなんだよ。お前本当に駄目な牛だよねって。ひょっとしたらあなたは牛じゃないかもしれないんだよね。 Hey you guys, thank you so much for checking out this video. で、このビデオではですね、自分が好きなことで生きていきたいんだったら、ぜひそれは、あの僕は本当にこれやった方がいいと思うのね。もう本当に好きなことで生きていくっていうのは、ありのままの自分をね、この世になんか広がっていく、ありのままの自分で生きていくっていうことだと思うんですよ。 でだから結構深い深い深いところなんですよねだからありのままの自分でいたら人生はうまくいくのかっていうところなんですよ。で僕たちの世界っていうか僕たちの教育はね生まれた時からありのままの自分でいたらダメなんだよ。 悪いいいいここととが起るるよっっててう世界で僕は育っていると思います、ね、本当にじゃちょっと分かりやすくなんか劇的な例、ね、エクストリームなケースにすると例えば1500年とかね1400年に日本の農民として生まれてであなたがね,なんかね男の子で、まあ、女の子でもいいんだけど踊るのが大好き、ね、で夢は大人になったら私は美しい洋服を着て踊りたいとなんかバレエみたいなのをやりたいって、ね、どのぐらいそれ1400年に生まれたら危ないと思いますそれ。 ね、旅行行きたいな、ちょっと別の県に行きたいなって言ったらダメ。あなたは隣の県にも行けない。ね、引っ越したいなって言って、それ相当難しい。もうこの生まれで村で生まれたんだからそこでね、行きないといけない。いやでも僕踊りたいのって言ったら何言ってんだよって踊ったら。 ね、ダメだよお前踊ったらって。で今度そういう噂が流れてあの,の、ね、あの子のねあの子の子供って踊りたいらしいよわあ何々さんに話しちゃダメよ危ない危ないとか言ってで今度侍の偉い人が「んだとお前お前の子供は踊りたいとお前農民に言ってもっと米稼げよ」って。ねえ、ね、もっと働かないといけないやりたいくないことを続けないといけないしょうがないんでそういうのが人生なんです。農民で生まれた子は農民でいないといけません。 ね、これはエクストリームで今はポストコロナだからどのぐらいのその時期と比べると僕たちの今にはものすごいチャンスがあると思いますねっすごいなんかなんか人類の進化っていうかね自由の進化っていうことが本当にねこの歴史を通して今のエクストリームの話を経してわかると思うんですよねでこの本音で生きてみるね ここで一つの自分のメジャーなパワーツールっていうか武器となるものが時間の視点なんですよね。時間をどう見るかっていうことなんですよ。ね。で、なぜかっていうと、本音で生きているっていうことをやっていくと、 何が起こるかっていうと自分が自然の状態に戻っていきますよねそう思いませんか 自然になっていきますよね。ありのままの自分って。ね、どこからやりたいことが来るのって言ったら、どこから来るのって言自分の中から来るから、自然ね。あなたの体っていうのは、細胞とか脳とかね、いろんなものはもう自然のものですよね。食事を食べて育っていく。じゃあ、脳も自然のものだっていうんだったら、あなたが感じているパーソナリティも自然のものですよね。自然がやりたい。じゃあ、このパーソナリティを見ている自分は、それも宇宙の一部ですよね。ね。だから、この自然の ね、あなたが自然の状態として、ね、あの花を、ね、開いていくわけなんですよ。桜の花みたいな感じで。で、ここで、ね、ここで考えていかないといけないことは、これが武器なんですよね。それは自然の時間と社会が考える時間っていうのは大きく違うと思うんですよね。そう思いませんか例えば。 ね、春に米を埋めるといつ米が大きくなってその、ね、米を取って食べれるようになります秋ですすすよよよねねね当たり前ですよ、ね、秋ですよ、ね、で秋も僕たちが好きなことで生きていこうよみたいなことをやっていくと、ね、何をやるかっていうと1年とか数ヶ月でそれで成功しないといけないみたいなそのような,なんか考え方が入ってくると思うんですよね。 ねこれどういうことかっていうと、まだ秋じゃないんだけど、米を拡充しようとしているわけなんですよね,ね。自分のビジョン、自分が本当に好きでやりたいことがあって、その本音でいるぞっていうのは、ひょっとしたらあなたは砂漠のサボテンかもしれないわけなんですよ。時間がかかるかもしれないんですよ。もちろん中にはスパーっていく人もいますよ。ねでも自然の流れっていうのがあって、ね、自然であなたが思っていること、 これをやっちゃいけないんだ。これをやると悪いことが起こるんだっていうのを自分の経験を通して手放していかないといけないんですよね。ある意味、あなたはなんかフライトしていく、飛んでいくわけなんですよ。大きい鳥なんですよ。でも、鎖がついていて、紐みたいなが鎖がついてて、大きい重りがついてるんですよ。ね、取ろうとするとあなたそれダメだよって、ね。これはお父さんが言っていた恐怖かもしれない。 ね、おばあちゃんが思っていたことかもしれないお母さんが思っていることかもしれないねね自分の、ね、子供の時の先生が思っていることかもしれないわからないよでこのような重りみたいなのをちゃんと向き合ってよし恐怖はあるよね重りはあるよねでも本音でいるっていうのはこの重りを持たないことだから手放していこうって言ってそうやって自分をリフトしていくわけなんですよねでこのソウルプロセスっていうのは魂のプロセスっていうのは、うん セラピーってなんか50分で終わるみたいなことじゃないんですよ。時間がかかるんですよ。で、あなたがお持ちになっている考え方やおもりが、ね、本音の自分だったら持っていないようなおもあの重りみたいなのがあるわけなんですよ。周りの人が、ね、農民、農民で、農民、農民で生まれたら農民じゃないといけないんだよって。ね、好きなことをやったらダメなんだよ。人からお金を取るっていうのは悪いことなんだよ。目立っちゃだめなんだよ。広告かけちゃだめなんだよ。営業っていうのは失礼なんだよ。 ね、いろんな、それ危ないよとか、そういうことがあって、実際にそういう考え方をお持ちになっていると、自分の行動が変わってきて、で結果の時間が変わってきますよね。ねだから自分の埋めた種が育っていくのは時間がかかることなんですよ。こういうのと向き合っていかないといけない。ね、実際に行動も取らないといけない。好きなことをビジネスにするんだったらね。ねでここでここで よく僕たちはやりがいになっちゃうのはね、ね、なんか一年でやらないといけないとか。この限られた時間の中でこれを終わらせないといけない。ね、よくあるのは三ヶ月で自分のビジネスをスタートして、で、成功できるようになりましょうとか。ね、そういうようなことがあるんですけれども、ね、私が ね、ここで説明させていただいている大きいポイントっていうのは本音で生きていくんだったら自然のものになっていくのであなたの自然の時間のペースっていうのがリアルに変わってくるんですよね,ねだからこの society 社会、ね、社会が思っているタイミングっていうのが変わってくる,なん変わってくるものなんですよで今日、ね、私がこうやって でちょっとねあの本当に好きなことで生きていきたいんだって思っている方に本当にこの大切な、ね、武器っていうかツールをお渡しさせてもらいたいんですよね。ねでそれはこの今言った「自然の時間」ということなんですけれども、ね、これアンソニー・ロビンズが言っていたんですよね。ね多い人は1年でできることをオーバーエスティメートすると。 一、ね、年でできることにもうリストがありすぎて、現実的にそれ一年で全部やるのは無理なんですよね,ね。好きなことで生きていくって、それを一年でやるっていうのは申し訳ないんですけれども、それで成功できる人は限られていると思います。で、これで一年やってできなかったんだってなったら何が起こるかっていうと私は無理なんだと思うんだけど、リアルにはこの自然のプロセスっていうのがもう始まっているわけなんですよね。で、ここがポイントなんですよ。 Most people underestimate what they can do in a decade. ね。デケードっていうのは10年なんですよね。10年っていう期間を持っていただくと、ね。自分が本当に現実的にリアルにプランを立てて本当にできること、想像じゃなくて、がめちゃくちゃあるわけなんですよ。ね。 ね、なので、私がお伝えしたいメッセージは、ね、1年で全部わーってやろうとすると、おそらく自分で行動を止めちゃいます、自分で私は無理なんだと思います。でも、10年の期間、ね、別に10年,10年でできることはいっぱいあるわけなんですよ。もしこの道を続いて、10年後、自分どうなってると思います ね。だから、ポイントは、10年でも大丈夫なような道を歩いていく。ね。だから、種を埋めるじゃないですか。春に。種埋めるよね。秋に獲得しますよね。だから、この育っている間の収入、生活費っていうのを自分の好きなことに頼らないっていうのがポイントなんですよ。ね。だから、好きなことを見つけたら、今やっているものを全部やめて、 ね、今の仕事を辞めて全部これにコミットします。自分のお金、セーブしてお金全部コミットして、もうこれやりたいことにコミットしますって言ったら何が起こるかっていうと、おそらく大変な経験がそこに待っていると思うんですよね。 でも、よし、私がやりたいことはこういうことだ。じゃあ3年後とか5年後にこうやってたらいいよねって言って、そのためにはどういうスキルが必要なんだろうって言って、焦らなくていいんですよ。でも、進んでいく時間の管理をやったり、時間の管理の学び方をやったり、自分に必要な、ね、ビジネスの5つの部分、商品サービスの開発、マーケティング、営業、そして、 商品サービスのデリバリーとその経済で経済的な面ですよね。計算とかそういうのをうまくやっていって必要なスキルを身につけていくと実際にあなたは本音としてこの世でサポートされて生きていくということが可能だと僕は本当に思うんですよね。そう思いませんかでもこれをキュッて1年とか短い間数ヶ月とかにやると現実的にそれが無理なわけなんですよね。ね。それが本当にあの今日の ね、ポイントです。ポイントです。ね、だから私が本当に、ね、もし、ね、個人的なことなんですけれども、うん、発言させてよろしかったらですねこういうことを言わせていただきたいと思います。それは好きなことで生きていくっていうとそれはその千里の旅なんですよね。で 私が思うことなんですけども、ね、千里の旅だって、どこに向かっているのっていうと、本音で OK だったんだって。ありのままの自分として、自然のままの自分として、何にも恥ずかしいことはない。愛を持っていられる。幸せでいられる。感謝を持てる。それで生きていける。自然の一部として。で、私はこの、つながっていると。ね。 だからある意味、ね、なんか、なんかずっとなんか自分が牛だと思ってて、で、みんな牛の学校とか行って、あんた飛んじゃダメだよって、でも自分はなんか牛じゃないよねと思ってて。絶対翼ってあるんじゃないって思って。で、翼があると思って、自分は鳥なんじゃないかなって思って、本当の自分として、で、翼を広げて自分の翼に気づいて、で、今度、ね、見えないんだけど本当にあるフォース。 空気、エアーそれが自分をファッて身を置いたら自分の重い重い重い体をサポートしてくれてでこの風っていうのがあって自然に吹いている風っていうのがあってそれが読めるようになってでこの上の世界ありのままの自分やりたいことで。 自分が幸せになって、あなたの商品をやった人が幸せになって、あなたがやったことでお金が生まれてくる、そのお金も幸せで、それが広がっていって、で、今度はあなたがそれを鳥の、なんか光になっていく。周りの人たちがあなたを見て、私もそうやって生きていきたいって、ね。そうやってそれが広がっていく。それか、ダメだよって。ダメなんだよ、そういうのは危ないんだよ。 ね、何なさんやったら失敗したんだよ。一年以内でできないとダメなんだよ。お前それができないからダメなんだよ。お前本当にダメな牛だよねって。ひょっとしたらあなたは牛じゃないかもしれないんだよね。うん。ね。ね。だからこの自然のありのままの本音の自分として生きていくっていうのが今日のね、大切な。 なんか、お土産みたいな、なんかビデオの中のね、ポイントで。で、この自然の時間ね、アンシュタイも言ってるよね。タイム、いの、時間っていうのは人によって変わってくるなんですよ。どこに行って生きているのかっていう、何を考えているのかによって変わってくるんです、変わってくるものですよね。だから時間っていうのも、この自然の流れっていうのがあるので、 ね、そのプロセスを少しずつでもいいから信頼していって、ね、このじ自分のエゴ自分のスモールセルフが今こういうふうに成功しないとダメなんだ私がこういうふうに成功しないと、ね、周りの人が私を認めてくれないんだってお父さんから、ね、怒られてくるとかお父さんがこれやっちゃうダメだって周りの人がこれやっちゃうダメだと怖,い怖い怖い怖いってその怖い世界から、ね、本当にその上の世界アッパールームって、ね、僕の先生たちはあのーね、おっしゃっているんですけれども、ね、その上の世界っていうか同じところなんだけど。 そこに行きたいんだったら、このプロセスがある。自分の、ね、その、怖がっているものと向き合って、だりとか、やっぱりね、大変な旅なんだったけどね。All right. Thank you so much. And I hope this message has lightened you and warmed you. Remember who you are. ありのままの自分っていうね、いやう忘れないでいただきたいなと思います。All right. Much love. And I'll see you next video. Thank you.